三枚のお札昔昔そのまた昔ある山の寺に和尚さんと小僧さんが住んでいた秋になると寺の裏山には栗がいっぱいになって風が吹くとカラッと落ちまた風が吹くとカラカラッと落ちて いくらでも拾えるのだった。ある時小僧さんは、おしょうさ様、ま、おら、栗粉拾いに行きたいな。行かせてくれねえかと頼んだ。おしょうさんは頭を振って、行けねえ、行けねえ。栗なんか拾いに行かねえだってよかべ。鬼ババが出ると、 困るから、と止めたが、この小僧さんは何とも聞き分けのないガキだったから、鬼ばばなんかいねえ、どこにそんなものおるもんだって、どうしても行かせてけりゃ、ということを聞かずに出て行った。おしょうさんは、まあ、待て待て、と呼び止めて、 困ったことがあったらば、これを使えと、お札を三枚持たせてやった。小僧さんはお札を懐に入れると、しょいかごを背負って、裏山に登っていった。小僧さんが裏山に着くと、風が吹くたびに栗が落ちてくるので、面白くて、 面白くてたまらない。小僧さんは夢中でひらううちに、思わず山深く入ってしまった。すると奥の方から、おやおやめんこいこんぞだこと。寺から来ただかこっちにも大きい栗こなんぼもあるよ。こーいこーいと声がする。 見れば髪をきっちり祝ったばあさまがいた。だ、おら、くりこ拾いに来た。と小僧さんが言うと、俺のうちさ、来い。大きいくりこでもちいちゃいくりこでもなんぼうもあるよ。炙っても食える。茹でても食える。ぜひとも来いや。そう言って進めるので、 小僧さんはそのばあさまの後からついていった。ばあさまの家に着くとばあさまは本当に大きい栗をいろりで焼いたり小さい栗を茹でたりして小僧さんに腹いっぱい食わせてくれた。小僧さんはお腹がいっぱいになるとうつらうつら眠くなってきた。 するとばあさまは、ふとんをかけてくれて、ゆっくり、ねむりや、というのだった。夜中、小僧さんがふと目を覚ますと、雨だれの音がしている。じっと耳をすましていると、雨だれはこんな風になっていた。たっつくたっつく、こんぞうよ。 起きて、バンバンのつらみレ。タンツクタンツクコンよ。起きて、バンバンのつらみレ。小僧さんは、土間を覗いてびっくり仰天。頭に角を二本も生やし、口は耳まで裂けて、真っ赤な舌を、 ベラクラ、覗かせている。鬼まばだ。今日はごちそう、うまかろう。小僧ずまるのみ、食ってやる。小僧さんはたまげて、大変だ。なんとか逃げようと考えて。バンバー、オラ小便がして。 震え声で言った。すると鬼ばわは、いや、そこでやれ。という、なんとももったいなくて、ここではできねえ。便所さやってけれ。はあ、はあ。と小僧さんが言うと、やかましいガキめ。逃がしはしねえぞ。と鬼ばわは言った。 小僧さんの腰に縄を巻いて、便所に行かせた。そして、今度、まだかまだまだかと、縄の端をパクパクと引っ張った。小僧さんは、まだだまだだまだまだだと言いながら、震える手で縄をほどいて、 おしょうさんにもらったお札を結びつけると、ひそひそ声で、俺のお身代わりになって、返事をしてけれ、と頼んで、自分は窓からそーっと逃げ出した。鬼ばばが、えかえかこんぞと呼ぶと、お札が、まだまだ、 ジョンジャロリーンと答える。鬼婆ばは小僧さんの便所があんまり長いのでしびれを切らして覗いてみた。すると便所はもぬけの殻でお札ばかりが返事をしていた。やれこいつは騙されたと怒り狂った鬼婆ばは髪振り乱し追いかける。 とうとう小僧さん追い詰められて今にも捕まりそうになったのでもう一枚のお札を出して大きい砂山出はれと後ろに投げたすると大きな砂山が鬼婆の前にポコッと出た鬼婆が砂山によじ登ろうとすると ずーるずるっと落ちる。また登ろうとすると、ずーるずるっと落ちる。手間暇かけているうちに、小僧さんはどんどん逃げた。けれども鬼ばばはまた追いついてきた。小僧さんは最後のお札を出して、大きい大きい川、出張れーと言って、後ろへ投げた。 すると、おもの川より大きな川が出て、鬼ばばの前に、のんのんと流れ始めた。鬼ばばが、ジャブジャブ川を渡っているうちに、小僧さんは、一生懸命逃げて、やっと寺まで、たどり着いた。小僧さんは、戸を叩いて、 おしょうさまおしょうさま助けてけれ鬼ばばさ出張ってきたおしょうさまは落ち着いたもので中から、だから行くなっていったべ小僧さんは気が気でない。早く早くお願いだ鬼ばばさ捕まえられて食われてしまうそこでおしょうさんは、 困った小僧だ。これで懲りたろう。さあ、入れ。と、戸を開けてやり、いろり端の大根穴に小僧さんを隠して、バターンと蓋をした。そして、知らんふりして餅を焼いていた。そこへうにばばが目をギラギラ光らせて入ってきて、 おしょうさ様、ま、ここへこんぞ来ねかったか人を騙して不てや野郎だ。と言った。小僧か。小僧は山さ、栗子拾いに行って、まんだ戻ってこね。嘘かこけ。おらの栗子、たらふく食って便所から逃げたんだ。来たべ。よやこね。 おしょうさんが餅を返していると、鬼ばばは、うんやおしょう様、餅焼いているのか。俺、餅は好きだ。ひとつごちそうしてけれ。と、餅をねだった。おしょうさんは、よしよし。そんならまずあがれ。餅なら何ぼでもごちそうするけども。 その前に俺と化け比べしねえかすると鬼ばわは喜んで、よし来た俺何にでも化けらと言ったので、おしょうさんは、空と火鉢を叩いて、とっかずくとっかずくとっかずくよ。とんとんとっかずくとっかずくよ。 と唱えると、鬼ばばは、なんと、どんどん伸びて、伸びすぎて、天井にかえて、また頭から降りてきた。おしょうさんは驚いて、今度はこう唱えた。ひっくずく、ひっくずく、ひっくずくよ。ひんひんひっくずく、ひっくずくよ。すると鬼ばばは、だんだん縮んで、 金なひばしぐらいになった。それでもおしょうさんはやめないで、ひっくずくひっくずくひっくずくよ、ひんひんひっくずくひっくずくよ、と唱えていると、とうとう豆粒みたいになった。おしょうさんはこの時を逃すなと、餅を二つに割り、その豆粒を挟んでパクッ 食べてしまったそれからはこのあたりに鬼にばは出なくなったとそして小僧さんはおしょうさんの言いつけを守ってしっかり修行を積んで立派なお坊さんになりましたとこれ聞ってとピンパラリのぷおしまい